うわはは、すげえな水平線。あ、やっぱ向こうまですげえ。こんにちは、東条です。はい、ということで今日も大分の道を流しながらいろいろな観光地を紹介していきたいと思います。さて今日はですね、豊後高田にある長崎花というところに行ってみたいと思います。長崎花の菜の花は2500万本、九州でも最大規模です。途中の又間海岸も綺麗なのでツーリングデートにおすすめですよ。お花シリーズですね、菜の花がちょっとね見頃になっているということなので、長崎花に行って菜の花を取ってこようかなというふうに思います。まあ、長崎花はですね、国東の先っちょにあるところなんですけれども、まあ、海岸線がとても綺麗なんでね、まあ、そこら辺のね様子もお見せできたらなというふうに思っております。まあ、何回か行ってるかなというふうには思うんですが、菜の花はもしかしたら初めてかな、気のせいかな。まあ、春といえばですね、菜の花、長崎花は有名なんで、お花好きバイカーの方は必見でございます。長崎花に向かうところの又間の夕日もね、撮りたい撮りたいと言いつつ全然撮れてないんですが、まあ、その海岸線もね、恋かなえロードとか行ったりしてね、カップルの方にもおすすめなんですよ。まあ、縁結びの神社があったりしてね、ちょっとねそちらの方にもね、一人で寄ってみようかなというふうにちょっと考えておりますが、Thank you for coming to US City. ようこそ宇佐市へ。いやー、なんかだんだん緑が増えてきましたね。いいですね、春ですね。よいしょよいしょ。うせーつ、お、もさっと、もさっと菜の花が咲いてるぞ。いいね。てかこう、なんでこの鉄道沿いって菜の花が咲くんだろうね。さて、この辺が高田ですよと。昭和レトロか、大集合。へぇ、あ、ありますね、菜の花フェスタ、3月9日から4月10日フェスをやっておりますよ、フェスを。で、まあ今日はですね、せっかくここまで来たので、この豊後高田といえばということで、昭和の街、こちらもね後で行ってみようかなというふうに思います。ドラえもの、ドラえもんみたいなね。お、これこれこれ、恋かなえロード、恋かなえロードです。あんなねこう綺麗な夕日をね写真に収めたいですけどね、まあ、恋人はともかくですね。お、これが又間の海岸ですよ。いいね。うわはは、すげえな水平線。なんかこんな開けてる海も珍しいな大分。いや、いいっすね、恋かなえロード。ここねちょっと止めて海岸降りたりできますが、まあ、また今度だな、それは。ぜひね夕日を見に来てあそこに止めて歩きたいですね。あ、やっぱでもね、干潮、潮の感じもね結構重要なんで、密漁禁止でございます。密漁禁止、密漁はいかん、密漁は。いやでもすごいな、水平線、水平線光る朝に、ふふ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 。お、車エビ、車エビもね有名ですからね。え、直売所があるの、気になるね。ほう、車エビね、これね、ここね、寿司、天ぷら、ほほほ、やっぱこの辺もいいね。あ、この辺こうやって流すのも最高ですね。久しぶりにこっちの方来たな。いいね、いいよ、いいよ。お、この縁結び淡島神社というところに行ってみましょうか。お、菜の花も咲いてるやないの。花祭り4月7日、4月7日よし、日本一の夕日、超朝ですけど、はい、では到着、行ってみましょう。お、淡島公園恋かなえロードと、これ自撮りのやつがありますね。
何やってんだろうな。お、縁結びモニュメント、なんかちょっと映える感じですね。いいねいいね。なんだあれ、あの下のあれいいだろう。よし、あの下行ってみよう。今日もまた風が強いでござる。お、縁じゃない縁じゃない縁じゃない縁じゃあね。ここ結局前も紹介しなかったっけ。記憶力が鳥並みなんでね。はい、鍵モニュメント、縁結び、もうなんか岩乗っけてますね。何の意味があるんだっつーの。はい、鍵モニュメント、あ、これですね、あるあるですね。これなんかどっかでも売ってんのかな。うん、ほー、へーと言いつつ取る。結局こっちが淡島神社っつうとこなのかな、の降りたとこがね。あ、結構降りてこられますね。ほほほ、なるほど、願い石、わ、出た出た出た。これどこに払えばいいの。お金は賽銭箱に入れてくださいって。雑だな。賽銭箱に100円玉投げたらっと、よし、じゃあちょっとやっちゃうかやっちゃうか。あ、願い石に思いを込めて叶え岩のくぼみに投じます。岩は干潮時のみ現れます。え、やべえやべえ、これやべえぞ。え、嘘、しまったしまった。え、どこ、え、本来ならどこにあるわけ。嘘、うわー、でもすごーい。くそ、願いは、せっかくだからどっか投げるか。マジでどこにあるんだろうな。これ階段でしょ、今ここよね。あの、あ、あれやあれやあれやよし、あそこに投げよう。行くぞ、ほ、あ、手前、もう一個、そ、あ、奥行った、くそ。海中のって書いてんのか。せめてさ、あそこにこう干潮時にしか出てこないよって書いてほしかったな。これ登らんと悪いんかな、やっぱ。あ、いやいや、おい、よっ、こいしょと。お、いいね、眺めいいね、やっぱね。これはでも写真は厳しいね。あの中途半端になびいてる鯉のぼりがね、なんとも言えません。さてさて、では中崎花の方に行ってみましょうか。あ、こんなところに鍵あるんだ、鍵。あ、なるほどね、ここで買うわけね。長崎花リゾートキャンプ場 700m、 ようやく。途中寄り道したとはいえ2時間ぐらいかかりましたね。お、長崎花 2km。 うん、さっきと言うてることはちゃうで。さ、せーつ、お、来た来た、お、いいねいいね、いいですよ、これはいい。お、すげー、わ、向こう側も、向こう側も咲いてんな。わー、悩むね、どこ撮ろうかな。ここら辺なんか
隅っこ、隅っこ暮らし。はい、では到着、行ってみましょう。まあ一応これをせんといけんわな。ふい、あ、いいね、気持ちいいね。あ、やっぱ向こうまですげえ。よし、写真だな。よし、ちょっとせっかくだからあっちサイド行ってみましょうか。よし、じゃあ隅っこ、隅っこ暮らし行ってみましょう。この長崎花ビーチリゾート、ここね、いいっすよ。泊まったことはないけど、こんな感じ。海にも近いからいいっすよね。よし、じゃあ上がってみるか。ヨーロッパの森の象徴を忘れるロマンチックロード、水平線一望の展望所、ピラミッド。お、やっぱこのミモザだよね、多分。かわいいよね、これね。この方向が、方向が。キーワードラリー。島を見つける。お、こっち散策コースって書いてますね。看板には従いますよ。わ、ここもいいな。お、ここにも自撮り台があります。自撮り台が。よし、自撮っちゃうぞ。よし、便利だね、今のカメラね。わお、すごいね、これ広角で撮りたいね。潮が引くと道が現れる、トンボロロード。あいにく満潮でございます。お、こりゃなんだ、なんかちょっと古墳的な感じが。キーワードラリー、時間の曲。360度だとこんな感じ。あ、こっちがいいな。やっぱこの菜の花の黄色と海、空の青のコラボがいいですね。よし、じゃあ帰るかな。はい、ということでいかがだったでしょうか。いや、やっぱり長崎花はですね、綺麗ですね。だいたいね、今八分咲きぐらいのようなので、まあ、今からまだまだ綺麗に咲くと思いますんで、気になる方はぜひチェックしてみてください。まあ、なんか菜の花フェスタとか行ってね、ご飯もねちょっと食べられるようなところもあるみたいなんで、まあ、そこら辺もね、ぜひ概要欄からちょっと見ていただけたらなというふうに思います。まあ、この辺はね、海も綺麗だし、まあ、流してて気持ちいいんでね。で、毎回ここら辺に来るたんびに言ってますけど、まあ、ぜひね夕日見たいなということなので、またも海岸のね夕日も綺麗だと思うんですけれども、長崎花からの夕日というのもねいいかなというふうに思います。ということでリベンジ案件ですね。で、この後はですね、豊後高田の方に戻って昭和の街をブラブラしつつ、ちょっとねお蕎麦でも食べられたらいいなというふうに思っておりますんでね、そちらも気になる方はぜひチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画を締めたいと思います。ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。いや、しかし次は潮が引いてる時に来ないといけませんね。むずいな。潮が引いてる夕方、晴れてる時、こういう時に来て写真撮りたいもんですね。